スタネスラス、チャールズ・ヘンリー・デュピデローメ鋼鉄装交換、ラグロワール・デュピュイド・ドロームの飛行船、アンリ・デュピュイド・ドロームは、フランスの造船技師である。西洋発の外洋航行可能な鋼鉄装交換、ラグロワールを設計したことなどで知られる。ロリアン近郊のプロムールで生まれた。エコールポリテクニークで学んだ後、海軍に入り、造船技師となった。 1842年に、イギリスに派遣され、装甲艦の造船法を学び、その報告は、メモアール・シュール・ラ・コンストラクション・でバトメンツ・イ・エヌ・ファーとして1844年に出版された。トゥーロンの海軍交渉で働き、フランス海軍の軍艦の近代化に貢献した。1847年からスクリュー駆動で、蒸気機関の戦列管理。 ナポレオンの建造を開始し、1850年に浸水し、1852年には14ノットの速度を得た。装甲艦の開発も行い、1859年、西洋発の外洋航行可能な鋼鉄装甲艦、ラグロアールを浸水させた。不屈戦争が始まった1870年には、防衛委員会のメンバーであり、 フロイセン軍が包囲したパリとの連絡を取るために人力でプロペラを駆動して操縦しようとする気球の開発を行ったが実験の行われたのは戦争の終わった1872年であった晩年は電動式の潜水艦の開発を行い没後グスタブ ZADA によってジムノート号として完成させられたありがとうございます